M13-40 は第二次世界大戦中のイタリアの中戦車である。先に開発された M11-39 を改良した戦車である。1940年にイタリア陸軍機構総監に就任したフェロレト将軍は装甲車両の近代化計画を推進した。M13 はその計画の中核戦車で M11-39 を改め設計したものである。 M11-39 は、砲塔に、機関銃、車体全面に手法を搭載する、自走砲的なスタイルであったために回の狭さなどが欠点であったが、手法の回転砲塔動力旋回砲塔への搭載によって、それを改善した。また、手法はより性能が向上した 47mm 砲と、し、走行圧も最大 40mm へと増加した。 連装機銃は車体へ移され、乗員の数も1名増えて4名となった。エンジン出力は 105HP から 125HP に増加したが、これでも重量の増加に対し不足気味であった。こうして、速力を除けば完全に M11-39 を凌駕した性能を持った M13 は、1940年に M13-40 として正式化された。しかし、 初期型が配備された北アフリカ戦線では、砂漠用防砂フィルターが装備されていなかった車両が多かったため、エンジンの故障が多発し、一個中隊がしまいには一個、小隊規模になってしまうありさまだった。また、砲塔に換気装置を持たず、逆流した発射ガスが充満するため、戦闘中にハッチを開けておく必要があった。その後、エンジン出力 125HP から145。 HP に強化された M14-41 が登場。これは、ラジエーターグリルのスリットが、車体に対して、縦方向だったものが、横方向に変更された以外、外見上、M13-40 との区別がつかない。性能に関しては1941年頃までは、第一線で運用できるレベルだったが、その後は徐々に優位性が奪われていくことになる。M13。 40単体では800両程度が生産されたが、車台は自走砲にも使用されたものを含めると2000両近くが生産されている。M13、40は足回りに問題はあったが、車台は自走砲に使用されるなど、名実ともにイタリア軍戦車戦力の主力であった。余談だが、この M13 も M11 と同じくオーストラリア軍に露覚され、 識別のためカンガルーのシルエットをペイントの上、使用され、同じタイプの戦車が撃ち合うという事態が発生している。砂漠の戦場、エル・アラメンセモベンテ75、18と共に実写が登場する。アリエテ戦車師団所属。ガールズパンツァーコミックフラッパー版では、アンツェオ高校が主力戦車として運用している。 砂漠のウサギマイナス1942年6月から11月の戦いロマーニャ軍の主力戦車として登場。大車として旅客の本社を進められた時、フェアリーランド王国兵からは、その防御力の低さから、プリンはごめんだわと知りけられている。RUSE イタリアの抽選車として登場。コールオブデューティにビッグレッドワン終盤にセモベンテダ75。 18と共に実写が登場している。パンツァーフロントオースフ、B オーストラリア軍として登場。虫ケラ戦車、ありがとうございます。